ジッククリエイターやで。あ、そうなの。俺やろうか。ボーカルでいきますわ。タワちゃんごめんやねんけど、22番からスガッチのベースの音が鳴るようにしてあげてくれへんやろか。よし。取るの？いや、取らへん。スパッチのベースが鳴るよ。どういうこと？いや、もうちょっとボリュームを上げれるよ。スパッチ、お前カゴ返してみます。え、バリーマスケ。いや、いいよ。そっちの方がいいよ。俺のも持てへんけど。
れ聞くんかな。Thank you.
下げていいですかね。うん、これが歌かな。よいしょっと。Thank you.
すいません。いや俺もわからん。ハッチェンがどこ行ったんやろ。ハッチェンの神ない。ハッチェンがないんやけど。ハッチェン。
シンコペーションの位置に入れ直してんけど、just blow my travel memories, baby, I'm trying not to cause
誰か一人な。めっちゃ声でかいね。誰やろ。一人だ。なんかな、細かいとこもっかいおさらいしていいですか。はい、分からへんのがまずサビの3回目っていうのかな、
その後サビの後、うん、そこ普通に2回で終わるやん。で、なんか違うのが出てくるやん。これか、これや、このどうするここ。前回ほんまは全部決めたはずやけどな。前回はずっとここもサビのコード進行やったっけ、はい、ここリズム変えるわ。で、あのジャ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 にしようか、はい、リズムをドラムマシン打ち替えるわ、はい、の方が分かりやすいな。あと、うん、そこだけ。それと後半のララランラララランラララランランっていうところ、そこなんだ。それでドラムの曲が入るでしょ。ストップ。そこ何やった？ E G C D。え？何言ってんのお前。E G C D じゃん。そうそうそう。アクエチュラ。違うで。E G C D。アクエチュラ。アバエンツラってね、アバランツラ。そこが、え、 E、G、C、D。 どうやって弾こうお前。普通にボーンで入ってる。ちょっとそこかけてくれへんな。じゃあジャジャっていうのを4ついくか。そう、最初の4つだけ。ああ、どの方がええやろ。ちょっと一回そこサビターじゃもっぺんかけて、もう一回やるわ。普通に戻そっか。その八分刻みというか
俺もそれに戻すわ。だから3回目だけをジャジャでやる。ちょっとごめん、タージもう一回やって。いや、リズムマシンが落ちたのに。4回目だけを、4回目の最初の トップの E マイナーを C で、はい、ちょっと一回、たーちゃんごめん、もう一回。ジャジャっていうところもなんかちゃうんかな、違和感ない。ジャジャはええと思うけどな、ほんま、うん、最初のでも4回目のトップの C 気持ちよくない。うん、ちょっとオシャレな感じでしゃべってこういうな、あ、そうっすか、うん、シャレコードですね。シャレ音ですね。俺とりあえず C 出したから次お前出せ。次お前出さない。何がおかしいの？あと何個おかしい？いやーどうやろう。もう今日できたらカッツリ決めてもうまとめてしまいたいね。ほんであのスガッチの鳥。次 G 行ってんの今。今何なん C の。C の次は G に行くはずなんですけど。そうやんな。なんかおかしいよな。うん、分かる分かる。いいやん。
ここの頭が C やろ。え今どこやってます？今インスパイリー全然わからないなんか4回目の頭が C って言った。ああ、そう、これが C で、できました。やるやない。うお、いいってんだ。待て。C 行くじゃないですか。で、E マイナー行くんですよ。うん。で、もう一回 C に戻って、うん、A マイナーで D です、あと。おぉ。いいじゃない。サビから行きます。はい。綺麗やな。次の C かな。あ、ちゃう。C 行ってもうずっと A マイナー D のところをずっと D にするか。ああ、なるほど。タン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 。え、ごめん。C 行って E マイナー行って次。C 行って E マイナー。次の C はとりあえず置いといて。うん、A マイナー D のところを。D。 あ、いいっすね。それじゃないですか、ひょっとして。いや、俺 C 押さえるの忘れた。一気に D へ行った。 C だから C、E マイナー、C、D、D ってこと。そうやな。でも C、うん、おかしくなかったですね。 C からもダダダダって始まるんであれば。そうやな、そっから D 俺行ってんけど、それ違和感ないんちゃうやろか、俺の間違い。やってみる。インスパイリからいきます。はい。C から全部 D にするか。え、 C のところを、うん、でずっと D やろ。 D でずっと。やらちゃうぞ。
ちょ、もう一回ごめんかけてくれへん、はい、もう一回やってで一回行く。ややこしいなこれ。ややこしいですね。ハッチェン出てきた？ハッチェンまだ。ハッチェン終わったでも曲。ハッチェン知らないですよ。ハッチェンまだ。うん。ハッチェン出てませんよね。うん、なんでハッチェンどこ行ったん。ハッチェン結構後やね。ハッチェン踏まえてもう一回やりましょうか最初から。アクランジュラ、うん、最初からやってます。
で落ちてたとかな、うん、でこれが8点一発目はいいよな。で、二回目の、うん、どこでした？じゃあ、だから、てんてんてんりてんてんてんって声が高くなるところがジャジャンジャジャンやろ。E マイナー G っていう。ほんで、ダンラ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 ンがそのさっき決めた C E マイナーデデデ。そういう時は合わなくないですか。あ、ほんまに、はい、分からん。あ、マジで。あ、ちょ、もう一回やって。分からへん。じゃあ、そこの言うてるサビのとこからいきますね。うん、一発目は、ほんなら4回連続同じコードでいくってことやな。次の下りが C E D C E D です。八点からいきます。はい。
い。なんかワンミちゃんようやってる。いや、やるな。いるかな。うん。どうしましょう。そこ途中切らんとあかんな。切って縮めて、さっきのラップの下りはだから、8小節ギターソロ8小節でアクランチュラーですよね。で編集し直すわ。で他は別に問題ないですね。だから一発目のコード4発これでいこうっていうのはそれでいこうぜ、はいはい、であと別にもうこれで全部決まったな、うん、どうでしょう。 OK です。ありがとうございます。なんかでも違和感あるところ何箇所かあるけどな。どこでしょうか。いやどこって言えへんねんけどな。実際このサビの4回っていうのも4回っていうかそのドラムを変えたら変わってくるんかも分からへんな、うん、一発目のサビは全部問題なく進んでる感じ、うん、思います。そうですね。ベース側は問題ないかもしれへんな。ギターの何か残りの、うん、一番上のサビの同じコードでいくところの後半2つはやっぱりあの決めになるんですか、うん、それとももうずっと弾き続ける感じになるんですか。し、なんか、うん、Dがめっちゃ長いとこの話。いや、それの1回目の方ですね。ただ弾き続ける方の、弾き続ける方って何だ。コード変わらずの方ですね。ああ、1回目のサビ。1回目のサビっす。おう、どうする。8点前ですか。8点前です。2回目のサビですね。あ、2回目のサビ、はい、8点前のサビですね、はい、8点前のサビのこの D 続く時って、うん、決めみたいなにするって言ったはったじゃないですか。ジャジャってやつ。そうそう、それを一番、うん、2番目の8点前でもするのかどうかっていう、うん、あー、でもね、これしてしまうとそうやな、8点がダダになるとね。そうやな、8点前がお前ずっと8点前って言っててええなって思ってたんやんけ。俺も言うやちくれや。そうやねん、はい、8点前で8点使ったら、そうなん、8点の意味がなくなる、効力薄れるよ な、 そうなんすよ。8点前はやっぱ8点前やねん、はい、うん、8点前いきます。やって前みたいな。うわ、いや、もうどうする。でもな、ドラムをな結構変えんとあかんよな。そうですね、うん、なんか、なんかそっか、ドラムを変えたらなんかその、はい、まとまる、はい、まとまるみたいなところあるな。ありますね。うん、あっちゃん、あ、出て出て出て、アクランチュラこれ何やろ。米印、ツッコミ、あ、ツッコむ、ツッコんでいくってことね。深刻ですね。はい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 。ツッコミできた。これたんちゃん、もう YouTube に上げてしまってもいい？ちょっとの間だけ。なんで？今撮ってんの。あの次スガドラリズムマシンを組み直してスガッチのトリやるときまで練習しなかったら抜けましたね。
マイナー7。いつからいつまで上がるって。いや別にあれやけど、スガッチがさえ分かったら、で俺もたーちゃんもっていうか、ラップ8小節は作るんですかね。作りましょう。はい、今スッとできたらええねんけどな、めんどくさい、めんどくさいっていうか、まあ、すぐやったらおらへんしな。聖書ですね。はい、映画止めた。完全に楽しんどんねこれ。聖書。こいつ聖書じゃないでこいつやってること今。聖書を楽しんでる。かけちゃうだけ。かけるにってしたらよかった。夢を全く一緒。俺もうこれ以外に違う書き方したら分からへんようになるわ。
なんか視覚的に覚えてるもん。わかる？うん、わかるわかる。で、そうだったらこれを覚えようとしてね、視覚的に。このマイナーナインス、メジャーセブンスって嘘ですよ。え？もう成長してしまったよ。修正。あ、ちゃう。めちゃくちゃじゃないですか。Eマイナー。え、これ C メ、メジャーセブンス。うわー、いや。なんかコードで入れへん方がええよな。なんかギター難しいわこれ。これもうこれ A と B になってんで、かっちゃんの A マイナーセブン違うの。ここやこのことやか、うん、うん、これ何やったっけな。ダララダーンや別にいいやん。A マイナーセブンとギターが A で、まあまあそうそう、マイナーセブンすなんや。うん、ギター誰か違う人にやろう、これ、うん、入れてもらおう、うん、俺無理やこういうの。なんかその出して音と出したらあかん音が、うん、これだけコードが出てくると、うん、縛りが出てくるんやな、うん。でも書き始めたらいつか C が来る。こう書き始めた時点でまたこれ ABCD ってこれブツブツ言いながら書きたいまたこれとか言いながら書いてる俺っていう。それはいいじゃない。いや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 。なんか A 型っぽいなって思って。きっちりしてるな。うん。私も絶対こっち派なんや。こんなんすごいわ。途中で分からなくならないですかこれ。あ、でもそんなにないギター分かる。でここ。なんか分かりづらかった。こう紙が C でサビ今日これで弾けるなと思う。逆にな。うん、まあ他人の楽譜は、うん、を見たら要はこれで。だからドラムとかもあるんやろ自分の、うん、自家製そうそうドラム譜みたいな。あのおもろいよマジで。あの人譜面あんの。タタタンって書いてある。譜面いる？いるイメージ。タタタンっていうことでどこだ。タタタンですよだから。タタタンとトトトンは違うとかそういうライン。タタタンとタンタタとかそういう。まあこれみたいなもん。そうです。うん。そうやな。ツッコミってこれ、うん、この感じですよね。多分。そうですそうです。うん、さっきスガッチと何かなっていう。タンタタですよね。うん、かける2になっていた。かける4でもよかったですね。一回、あの、8枚目8枚目8枚はなかなか無理。やっちゃやわお前
嘘やな、ここやん。そのジャージもほんまだって、寒かったよ。あれサビがあって、うん、あんでまた A に戻って B、C 行ってまたサビがあってそうそうで、それで8チェーンですね、うん、だからサビは8チェーン前に1回あるで、軽いのが、うん、そうそう1回目のサビと2回目のサビが8チェーン前になんね、うん、あ2回目のサビが8チェーン前、うん、そう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 、あー、OK です、OK です、とりあえずこれを繰り返して発展が来るのを待つと、そう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 2回目のサビの後すぐ発展ですああ2回目のサビが発展え、そうですそうです、2回目のサビって書いておこうか。え、でも1回目のこのサビのコードと8チェーン前のこれちゃうの？一緒っすいや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 、そのこのあれがあるじゃないですか、こう、ああ、はいはい、展開ですか、展開ですね、はい、絶対ハッチェってやつ名付けた人がやんちゃですよ、いやいや、そうですね、あれもうなんて言ってんの、え、ハッチェの全然ちゃうで、まあ、そうやな、うん、うん、俺もよく聞いたらハッチェンってどこやったのって思うねんグレイゴーラマッチェンって言ってる、あ、そうなんや、ちょっとね、頭に出てる、はしょったんやな、はしょったんですよ、あ、印象に残ったんですよね頭の歌詞じゃないんです2回目ハッチいいですか、はい、だからちゃんとしてるようで全然ちゃんとはできてないですけどね、いやいやいや、なんか分かりづらい感じ2回目ハッチェンですよね、これ頭の2回目ハッチェン、2回目ハッチェンの2回目ハッチェンの行動を書かんとダメです、そうですね、ハッチェン、ハッチェン、ハッチェン、これちゃうんですよアクエチュラーの下に書いてしまいました、さっき貼ってさっき貼ってあ、これもさ、ちょっとダージャン、はい、ちょ、これ刺してくれへん、で、どこか、なんかちょ、まあ、あ、ちょ、スガッチ、それちょっと一回、歌、や、はい、歌ってくれる、ちょっと高い方が出ないかもしれないですけどね、いや、全然ええねんけど、どこですかね、貼っちゃ前そうそう、貼っちゃ前、貼っちゃ前、うん、サビから行こうか、じゃあダーント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 ン、ワン、ツー、スリー、フォー、ダーロッペピー